静岡市葵区の東急スクエア前です。こちらは商業施設があるということもあり、普段から若者でにぎわう街です。午後5時を過ぎてからこのようにですね、仮装した若者の姿がかなり見えてくるようになりました。時折騒ぎ声も聞こえます。仮装している人は知り合いと合流するなどして楽しんでいる様子です。ご覧の映像は昨夜9時過ぎの様子です。3年ぶりに行動制限のないハロウィーンで、仮装した若者たちが道路を埋め尽くしました。おととい韓国のソウルのイテウォンで154人が死亡する事故が起きたこともあり、県警も警戒に当たりました。歩道上に立ち止まることは危険です。大変危険です。歩道上に立ち止まらないようにお願いします。するのはまあ楽しいし、みんな好きだろうしいいと思うんですけど、そういう危険にならないような配慮といいますか、一人一人が気をつけてあげることでそういう事故を防げるんじゃないかなって思ってます。今日も午後5時過ぎから警察官が交差点や欅通りに立ち警備に当たっています。今のところ目立った混乱はありませんが、仮装をした人たちがこのように欅通りを防いでいるということもあり、車が通る際には警察官が車通りますと拡声器を使って呼びかけている場面もあります。石尾さん、街にいる人たちからは韓国の事故を気にするような声というのは聞かれましたか？はい、大学生4人組の方に話を伺うと、去年は他のグループと合流するなどして盛り上がっていたそうなんですが、今年はイテウォンの事故を見て人混みを避けて楽しむというふうに話していました。皆さん仮装を楽しみつつも安全面にはかなり気をつけている様子でした。